初代モンタギュー公爵、ジョージ・モンタギューは、イギリスの貴族。第三代カーディガン伯爵ジョージ・ブルーデネルと、エリザベス・ブルースの息子として、1712年7月26日に、リンカーンズ・イン・フィールズのカーディガンハウスで、ジョージ・ブルーデネルとして生まれ、8月1日に、セント・ジャイルズ・イン・ザ・フィールズで洗礼を受けた。1726年7月1日に、 オックスフォード大学クイーンズカレッジに入学1730年1月31日に MA の学位を取得した。また、1727年10月1日のジョージ2世、大冠式ではページオブオーナーの一人だった。1732年7月5日に父が死去するとカーディガン伯爵の爵位を継承した。その後、 1749年7月15日に、妻の父にあたる、第2代、モンタギュー公爵ジョン・モンタギューが死去すると、生をモンタギューに改めた。1749年12月7日に、王立教会フェローに選出され、1784年4月1日に、ロンドン高校教会フェローに選出された。1742年から1752年まで、 北トレント巡回裁判官を、1752年から1790年まで、ウィンザー城管理長官及び総督を務めたほか、1752年6月4日に、ガーター勲章を授与され、また通りー当ーに所属したため1766年11月5日に、グレートブリテン貴族である、モンザーマー公爵とモンタギュー公爵に除された。 この時、同じく公爵の娘と結婚しているヒュー・スミソンも、公爵への助爵を打診されたが、ジョージ三世が求めた、爵位の継承権を公爵の娘の末裔に限定する要求について、スミソンが受け入れた一方、モンタギューは拒否したという。1776年6月5日に、スユミ密顧問官に任命され、同年から1780年まで王太子ジョージと、 フレデリック王子の家庭教師を1780年から1790年まで、蜀名頭を1789年から1790年まで、ハンティントンシャー投官を務めた。息子に先立たれたため、1786年8月21日に娘、娘エリザベスの息子への特別残余権付きでボートンのモンタギュー男爵に除された。そして、 1790年5月23日に自宅で死去すると、モンタギュー公爵とモンザーマー公爵の爵位は断絶。冒頭のモンタギュー男爵は、娘、エリザベスの息子ヘンリーが、カーディガン伯爵は、弟ジェイムズが継承した。年収1万2000ポンドの価値がある辞書は、伯爵くらいとともに、弟ジェイムズが継承したが、それ以外の遺産は、娘エリザベスが継承した。 1730年7月7日、セントジャイルズ・イン・ザ・フィールズで、メアリー・モンタギューと結婚、一難三上を設けた。ありがとうございます。